県民からの寄付金で福祉団体などの活動を支援する愛の都市訪問の寄贈式が静岡市で行われました。静岡新聞静岡放送文化福祉事業団と SBS 静岡新聞が主催する愛の都市訪問は、県民から寄せられた募金で毎年県内の社会福祉団体や NPO 団体などの活動を支援しています。今年で61回目を迎える愛の都市訪問では、県内の4つの団体などに車や大型モニター、シュレッダーなどを寄贈しました。寄贈式では静岡新聞社の横山秀夫取締役が出席者に目録を手渡しました。有効に活用してですね、今後ともですね、地域活動にですね、邁進してまいりたいと思います。寄贈された車などは今後の福祉事業での活動で活用していくということです。